I remember the emptiness, vast and endless. The Azim Steppe, home to countless roaming tribes. A sacred land, watched over by elder gods. Here, we would find Doma's salvation. With the wind at our backs, we walked on, in search of hope, in search of him. Hey! How goes the search? Any luck? おお、若のことを知る者を見つけたと。それはお手柄でござるな。シリナ殿、ご協力に感謝する。ヒエン様の居場所をぜひ教えていただきたい。あ、いえ、そんな。私こそ買い物を手伝っていただいて。ああ、てめえ後から来たくせに何様のつもりだ。ほほう、我らが何様かわからないと、この草原中の民がとっくに知っていると思っていたが、敵に突っ込むことしか考えぬお前らには難しかったか。侮辱かこら、侮辱だな。ていうか、そういう話をしてんじゃねえ。オタクの族長と同じで頭が飛んで上がるのか。Those two don't seem to like each other very much. あの様子からすると、おそらくこのアジムステップ南東部の二大勢力、オロニル族とトタール族の人ですね。オロニル族は現在のここ一帯の覇者。彼らは独自の神話を持っていて、自分たちを神の子孫と位置づけています。威厳に恥じない戦いぶりで、ここ最近は上昇軍。そのせいか、その偉そうな人がちょっと多いです。一方のドタール族も相当な強者の集まりです。とても勇猛に戦い、幾度も覇権を勝ち得てきましたが、近年はオロニル族に押され気味で。仲裁が入ったみたいですね。今来たのはこの市場を主催するケスティル族の人。市場で喧嘩はご法度なので、騒ぐんだったら出入りを禁じるって言いたかったんだと思います。彼らは言葉こそ嘘の温床と考えるので、とても無口なんです。 That's interesting. And all these different tribes share the same lands, do they? No wonder it's tense.この借りは合戦で返してやる。今回こそ首を洗って待ってる。こちらこそ、嫌というほどお前らの首を飼って並べてやろう。その日を楽しみにしているぞ。
何やら物騒な話をしていたな。今の合戦というのは？私たちの戦いにも最低限の決まりはあるんです。まずアジムステップの各地方ごとに戦の季節という期間が定められています。その期間は上下関係を一旦白紙にし、自由に戦の準備を整えることができる。その最終日に終節の合戦と呼ばれる総力戦があり、そこで勝利した部族が次の戦の季節まで一帯の所有者となるのです。この地方はちょうど今戦の季節の最中なんですよ。ほう、そのような取り決めがあったとは私も初耳だ。では貴殿の部族も合戦に参加を？合戦には参加しない部族もあります。勢力を広げる気がない者や、位置を持つケスティル族のように中立を保てる理由があるものです。私のモル族は弱小中の弱小、合戦には参加せず草原の片隅でひっそり暮らすのが常だったのですが、今回は。そんなことより、ヒエンさんの行方でしたよね。心当たりがありますのでお話しします。ああ、間違いござらん。よくぞご無事で、ヒエン様。そなたらのことだ。もう少し悩むかと思ったが、存外早かったな。してどうする？この首と刀、どちらを求めに来た？刀にございます。ヤンサの地にいる者もロマの民として志を貫き、帝国と戦う覚悟を決めてくれました。今再び獅子奮陣の時、ヒエン様にお戻りいただき、その刀を持ってロマ解放への道を開いていただきとうございます。うん、迷いもなく勝利を求めるか。そいつはこの首よりよほど得難いだろうに。だがよい、民がでかい夢も見られんようでは主君などいる意味もないからな。久しいな、豪雪、夕霧。それに彼らはエオルゼアへと逃げ延びた民と私に生きる糧を与えてくれた方々、暁の決明という組織の猛者たちです。今は我ら反乱軍の協力者として、共にドマ解放を目指して戦う仲間でもあります。西においては名実ともに知れた英雄で。ああ、よい、皆まで言うな。夕霧たちへの恩情、まこと形気ない。それにここから見ていたが、シリナを助けてくれたな。あれはわしの恩人だ。深くお礼申し上げる。そなたらの人柄や強さはすでに察して余りある。これから共に戦っていけることが楽しみでならん。よろしくな。
で、戦況はどうだ。表を上げよう。説明を頼む。よし。ならば夕霧、そなたはヤンセの地に戻り、反乱軍の戦支度を整えておけ。とどまっている暁の客人も、そなたがいれば動きやすかろう。承知。しかし、ヒエン様は？ああ、わしか。わしは、ここら一帯のアウラ族を従えてから戻ろう。時期合戦だ。長くは待たせん。それはその終節の合戦にヒエン様も参加なさるという？うん、それ以外に取れたか。考えてもみろ。わしらは先の反乱で帝国軍に大敗した。今は相手の戦力も下がっていようが、こちらはさらにひどい。ならば戦力を増してから再戦に挑むが道理だろう。合戦に勝ち、この草原の勇士たちを陣営に加えるのだ。何よりその戦いを制することはモル族への恩返しになる。命を救われた恩、一宿一般の大恩を介さずされるものか。義を果たせぬ不埒者は人の将たる資格なし。なるほど、そう来られたか。夕霧、これも主命でござるぞ。安心せい。いざとなれば拙者が差し違えてでも連れ帰る。しかし、いや、主命とあらば承知した。貴殿たちにも改めて助力を願いたい。我が主と豪雪のことをくれぐれもよろしく頼む。Looks like it's up to us then. Though it does seem a bit risky. Isn't Hien meant to be the next king of Doma or something? さてな。事実、この世は未だ父のそれほどたくましくはなかろう。夢はまだ遥か高み。わしらが遂げるは驚天動地の大革命だ。テムルンバー、シリナ、ただいま戻ったぞ。皆さん、ちゃんと会えたんですね。よかった。お帰りなさい、ヒエン。それにドマのお仲間と西から来た解放者のお二人も。 You know us? ええ、神々がささやいていたわ。あなたたちはみんなとても明るい星だから。私たちモル族は神様からの言葉、神託を受けて日々を暮らしています。祖母はその神託を受けるシャーマンなんです。バヨ、モル族の族長としてのそなたに相談がある。わしは故郷の解放にこの草原中の猛者を借りることにした。それをなすべく終節の合戦に参加したい。わしらをモル族の当主として改めて迎えてはくれんか。ダメです、ヒエンさん。確かに今回は神託によって
うちの一族も合戦に参加することになっています。でもまず勝ちなんて見込めない弱小の部族です。皆さんの活動のお役には立てません。なーに、弱小なのは今の戦力で見た場合だろ。わしらを加えればきっとひっくり返せるぞ。どのみち優勢な部族に加わって勝ったところでわしらの功績になんぞなるものか。それではドマイの出兵など到底容認されんだろうよ。そうね、もしかしたら私たちに戦いの信託が降りたのもこの宿命を予期してのことだったのかもしれないわ。皆さん、モル族の族長として協力をお願いします。どうか終節の合戦を私たちと共に戦ってください。シリナ、皆さんのことをお願いしてもいいかしら。それではひとまずこちらへ。仲間としていろいろとご案内しますね。ああ、あなた少しだけ待ってちょうだい。あなたはひときわまばゆい輝きを宿しているのね。まるで私たちを作りたもうた夜の神を飾る最も明るき星のよう。あなたに答え星々は瞬く、集いし光はいずれ神々の姫ごとさえも暴くでしょう。彼らもまたあなたと輝きを分かち合うもの、あるいは光を託して消えゆく星の一つ。きっとあなたがそこへ至る力になってくれるわ。出会いを大切にということよ。あなたは旅人なのだから。リセさん、お疲れだったんですね。無理もありません。とっても遠くから大事な使命を背負っていらしたんですから。ヒエンさんと豪雪さんももう少しゆっくり休んでいればいいのに。二人とも食べ終わってすぐどこかに行っちゃうんだから。あの時の傷はすっかり癒えているようでござるな。まこと丈夫なお方よ。なに、お互い様だろう。
あの時皇太子の一団に遅れを取って父を亡くし、敗走を重ねながらわしらは戦った。最後と来たら無様なものよ。わしもそなたも手を伸ばすことすらあたわずに山中を転げ落ちた。それが互いにこうして生きていようとは、今さら何の手土産もなしに先に行ったものを追えませんな。ああ、まったくだ。はっ。ふう、腕も鈍ってはござらんな。むしろお強くなられたか。なに、勝ち星の数ではまだまだそなたに及ばんさ。小さい頃からさんざん任されてきたからな。本当によくぞ、よくぞ生きておられた。めでたくも拾った命だ。国と民のために費やしたかった。この首一つ差し出して民が恩赦を得られるならば、押し向きなどあるものか。それでも民は立ち上がり、戦うための刀を欲した。さればわしは刃が欠けて砕けるまでひたすらに前を切り開こう。しかしそなたがわしの心配か。よせやい、そなたに稽古でつけられた傷と単こぶの方がよっぽど多くて重傷だったぞ。懐かしいでござるな。稽古で負けては泣き、母の皆様に慰められては泣き、しまいには泣きながらでたらめに木刀を振り回していた坊主。あの春坊が立派になられたものだ。黙れ、幼名で呼ぶなと言ってるだろうに。まったく、そなたの前とあらば余計に締まりが悪い。せっ、格好など土間に戻れば嫌というほどつけさせられましょう。今は振幅が知れるくらいがちょうどいい。ああ、では次はそなたも交じれ。わしばかり見定められてもつまらんからな。
Mission accomplished. Everything still in one piece? Oh, あの巨像には驚かされたかな。まこと、アジムステップの神秘よ。うん、お主らも案じるまでもなかったか。これで全員合戦への参加資格を得たわけでござるな。バルダム波動を抜けし、新たな戦士たちよ、我が族長の命につき、お前たちをもらい受ける。I remember those clothes. He's Oranir, isn't he? What should we do? うん、見るからに増評だ。物の数ではない。が、合戦まではしばし時間があるはず。今のうちに敵陣を見ておくのも悪くはなかろう。何よりいずれは仲間に加える連中だしな。そんなわけで少々寄り道をしても構わんか。Whatever happens, we shouldn't keep Cyrena and the others waiting. Let's be ready to make a swift exit, all right? その召喚に応じるといたそう。どこへなり連れて行け。Two banners. So it's not just Oranir we're dealing with. なる長兄マグナイ様、かの者らを連れてまいりました。お前たちはバルダム波動の試練を超えた、間違いないか。おう、モル族の一員としてな。そなたが族長とお見受けするが、なぜわしらをさらわせた。仲間に引き入れるためか。否定する。ヨハイラ・オロニル族は太陽神アジムの子。神のことは契約ごときでなれるものではない。はじめヨハイの庭に侵入者ありと聞き、ただの旅人であればハゲと命じた。しかしバルダム波動を超えゼラの戦士となったのであれば話は違う。神に献身し愛を受ける権利があるだろう。許す。神の子たるヨハイに存分に捧げよ。
それが満足のいくものであれば、ヨハイから与える愛についてお前たちの望みを聞かないでもない。 So you want us to bow down and serve you? What if we don't feel like it? ろくに献身できなければ、それは父たる太陽神の意向を軽んじているのと同じ。滞在人として裁くべきだが、一度は慈悲をかけよう。一生涯ヨハイの兄弟らに隷属し、心身の一片も余すことなく神の意向を知ることを許す。我ながら少々甘すぎか。ふん、ヨハイらと同盟を組むブドゥナ族もお前たちが欲しいそうだ。ただし男でだけな。ブドゥガ族は男のみで構成される一族、ボラーク族の真逆と言ってもわからないか。ともかく引き取り手はある。安心するがいい。なるほど、愛わかった。しかしまだまだ新参者のわしらにはどのような働きを献上すべきか見当がつかんな。ヨハイを口先で転がさんとするその物言い、不敬だ。二度はないようにしろ。ヨハイから望みを聞けば、難題であれ必ず献上せねばなるまい。その覚悟があるなら改めて問うことを許そう。ゲセルが死んだ。最後は気を抜いていたとしか言いようがないが、あいつは勇敢な戦士だったからな。じき戻ってくるだろう。そうですか。あの人ったら、じき終節の合戦も始まるっていうのに。今度は油断しないよう、きちんと言って聞かせないと。ん？ゲセルというのは先ほど亡くなった御人か。もなんだ、そんなことも知らずに偵察に来たのか。俺たちについて何も聞いてないわけじゃないよな。うん、シリナ殿は確かとても勇猛な猛者の集まりとかなんとか。そうだ、ドタール族は最も勇敢な戦士。死ですら俺たちにとっては恐れるものじゃない。よその部族のやつにはわからないらしいが、俺たちは戦いの高揚が魂の輝きを生むのを感じてる。勇敢に戦って大いに輝いた魂は、肉体が滅んでもすぐに新たな子として生まれてくる。伝統的におおよそ死んでから1年以内だ。俺たちは新たな子が誰の生まれ変わりだか見極め、同じ名を付け、最短と再会を祝福する。そしてまた生まれ変われるよう勇敢に戦うんだ。ではお主らは死んだ者と生まれた者を同じ人物として扱うのか。そんな、とても信じられぬ。
偵察することは許したが、俺たちの誇りを傷つけるような真似は許可しない。言葉と振る舞いには気をつけるんだな。それじゃあとは適当にしろ。まこと、そのまま打ち捨てるか。何を慰めるわけでもなく。ここで幾多のドタール族が砂に帰ったわけだな。彼らの言う魂の巡りはとてもすべて信じきれぬが、なるほど、かように潔く感じる墓場は初めてにござる。隣、失礼いたす。最初に話を聞いた時はまたおかしな部族がいたものだと思ったが、真のありようを知れば武士にも通じるものがござる。拙者たちも主君のためとあらば命さえ投げ打つ。しかしそれは死を好ましく思うからではない。己が死の先に果たせる大義があると信じるがゆえ、幕を引くはここぞと知り心血を燃やし尽くせるはまこと命の本懐にござる。つまるところ拙者もそのような死に場を求めているのでござろうな。何、まだその時ではござらぬ。主を人質に取られたままとあっては死んでも死にきれぬからな。